本日は経営コンサルタントの小宮一義さんの方にお話を伺いたいと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあまず小宮先生の事業内容を簡単にお聞かせいただけますでしょうか。はい、うちはですね、私入れても9人の小さいコンサル会社で、東京に7人、大阪に2人人がいるんですけれども、主にやってることはですね、一つは顧問先さんを持ってまして15社ですね。でそちらに対してコンスタントにサービスを提供する、アドバイスしたり研修したりということ で私たちのポリシーで15社以上は顧問先さんを持たないということにしてるんですね。これはもう創業以来ずっとそういうふうにしてるんです。で、顧問先さんに関しては本当全面的にアドバイスをさせてもらってて、ほとんどのところが10年以上を顧問契約ずっと結んでていただいて、そのうち子会社も含めてですけど、私10社程度は役員をさせていただいてるんですね。でその他に一つ会員制でですね、東京と大阪で年6回ずつセミナーを開いてるんです。東京では恵比寿のウェスティンホテル、大阪ではリッツカールトン大阪でですね、私が主に今4時間半ぐらい話すっていうセミナーをしてまして、今会員さん全国で220社ぐらいいらっしゃる。ほとんどが中堅中小企業のオーナー経営者なんですね。それからもう一つ大きくというか、うちの売上の中では大きな比率を占めているのが企業研修なんです。企業を行かせていただいて研修をさせていただくっていうもので、これはほとんどが実は大企業さんなんですね。はい、あと個別のコンサルティングももちろんやってますけれども、はい、で小宮先生といえば、その今まで数多くの経営者の方もご覧になってきたと思うんですけども、たくさん見ましたよ。はい、でその中でもズバリその、できる経営者の共通項っていうのは何なのかなと。できるっていう定義が難しいんですけど、長期的に業績のいい会社の経営者と言った方がいいと思うんですね。短期的にパーッと良くなる人はいるけど、消えてしまったり倒産するっていう人もたくさん見てきたんですね。で長期的にこう業績が安定して事業を拡大していく経営者っていうのは間違いなく考え方がしっかりしてます。はい、あともちろん経営には技が必要で、財務諸表をある程度読みこなせるだとかですね、そういうマーケティングの基本的な理論を知ってるだとかいうことはありますけれども、最も大切なのは考え方ですね。正しい考え方、はい、言い方があると正しい信念を持ってるかどうかっていうことが、企業経営者が成功するかどうかのもう最大のポイントです。なるほど。もうそれしかない。